はい、どうも皆さん、こんにちは。えっと、本日もですね、えー、YouTube はどれぐらい稼いでいるのかっていう企画をやっていきますけども、えー、っと、今日は、トミックネットということでですね、トミックさんですね。私も、この、収録っていうか、この企画やり始めてから、なんか検索でかかってから、ずっと、まあ、 結構見てますね、この人。最近見出したんですけども。えっ、ー、と、結構一番、一番っていうか、うん、なんでしょうね。もうベスト3ぐらいに入らないか。も結構見てますけどもね。えっ、ー、と、毎日21に寝た料理などをやりたいことを、えー、やりこなすキング・オブ・ビューティーらしいですよ。<laughs> なるほど。この個性であなたを虜にしちゃうらしいですよ。えー、し もしければチャンネル登録を高評価してね、ということでね。SNS での格散もあればとても嬉しいです、ということね。あの、この人最初、む、昔は、なんだろ、3DS 自家撮りとかしてたもんね。まあ,あ、そういう話はいらないか。動画はですけど、これ撮ってるの撮ってない時あるからね。ああ、でもそう、ああ、でもそう言ってもね、こんだけ見て,てるって言っても、ほら、ばほとんど出ないわ。 そう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 。ほとんど出ないですな。主にどうなんでしょうね。海産物がやっぱり多いのかな。海産物の料理ですね。料理っていうかね、私やっぱり言いたことがあって。えまずね、ほらこれ。こういうのね、ピラニアにほら。 ハゼをを入れれててささ食べらるる動画をずっっとやってるとやかさあのー、あ、こっちか。こっち見てないわ。あ、こっちはまだ見てないね。ピラニアにハゼを入れてさ、食べられるっていう動画したけど、これキャスとかだったらもうバンになってるし、外国だったらね、あのー、法律で引っかかりますね。日本はだからまだ動物に対しては引いても殺しても、 そうですね。罪にならないのかな。人間に対しては法律で厳しく、あの、かかってきますけども、別に動物っていうのはね、別に法律,法律とかでもそんな厳しいのはないし、まあ、ないこともないんだけども。で、この人、全部あげるでしょ、生きたまま。全部、生きたまま、火あぶりの気にするでしょ。 だそこら辺がちょっと残酷だなと思いますけどもね。でそれはちょっと楽しんでるっていう感じあるでしょう。それもどうなのかなとは思いましたけどもね。さあ、あの、早速やっていきましょうかね。まあでも、料理っていうかな、ね。あ,あ、そうだそうだ。言うの忘れてた。まあ、あの、こう見てる人はね、すぐわかると思うんですけどね。えー、なんだったっけな。これなんだったかな。これ忘れたけどね。 な,なん、なんでしょうね。何々を、こう、あ、ぶっていく、ポンポンと。<laughs> この <laughs>、あの編集はいるのかなとかいうね。まあね、あのー、結構ね、できましたっていうのは、いろんな人も話されてね。だいぶ有名になられてますけどもね。それではもう、とっとと行きましょうかね。話長いと言われるからね。 えっと、アップロードは1300本って多いですね。登録者数が156万人ですかね。あ再生数がやっぱすごいね、やっぱり。1000万。8億再生ですね。いやー、儲けてますね。ていうか、まあ、儲けてるか成功したって感じですね。国が日本のエンターテインメント。こう料理とかそういうのないですからね、ジャンルはね。もうこれも、 ちょっと少なすぎるんですよね、ジャンルが。2011年、ヘイプリルって何月 ?4 月か。私まだ覚えられないわ。4月の10日からですね。えー、っと、えー、トータルグレード B プラスの、やっぱでも高いですね、レベルがね。視聴者ランキングでしたっけ、これ。ね。5793の、えっ、ー、これが、 視聴者というか、登録者ですね。視聴率が2572位のソーシャルブレードはちょっとわからないですね。これが再生回数1ヶ月のね。で、これが1ヶ月の登録者数ですね。あー、なるほど。ここら辺まで1億なんだ。小バソロさんと。いやー、でも夢がありますね。でもやっぱここまで来たらやっぱりね、YouTuber として、やっぱり、100万人、目指す100万人登録だな。 あのね、銀の建物ってる人ってね、もう、星の数ほどいるんですよ。私が一人一人紹介していったら、数年かかるっていうレベルなんですけどね。えー、まあ、すごい市場。市場ですよね。もう、だから、企業っていうよりも市場ですよね。国みたいな感じですね。で、個人事業者が下請けとして入ってるって感じですね。もうこん、こ、ここまで大きくなってると、だからお金の流れもすごいですからね。だって、払ってるんだから、こんだけ。実際に。 えっと、一月ですね。一月の月収が、8万六千っていうことは、えー、868万円ですね。非常に高いですね。これ 5.4K っていうのは、あ、えー、これ5千でしょ。5千っていうことは、50万からっていうことですか。一月。わあ、これもまた。 夢がありますな。これ1億でしょ。最低でも、こう高いね、この人ね。6万5千ドルっていうことは、え、6万5千ドルっていうことは、651万からですか。まあ、ドル円100円ケースですけどもね。651万から1億っていうことですか。いや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 あ、本当に、こんだけ儲けてはるんですね。ああ、でもやっぱり、 一日でもすごいね、3K だから、3000ドル、3, 1日3000ドルっていうことは、30万もまこと言ったらね、最低でも、ええー、まあ、1万1700というか、まあ、ドル円百100円計算ですからね、もう2万円はあるっていうことですね。あこれも何なんでしょうね、うわうわ、あ、これは、登録者数はもうなんかこう、増え、あの、多かったり少なかったり、 視聴率はでも安定してるじゃないですか。あ、もうだいぶ昔から安定してて、これ何なんですかね。これがすごいですよね。マイナスってどういうことですかこれが、視聴率ですね。まあ、こんな感じですかね。これで終わっておきましょう。えーっと、次は誰にしようかな。ちょっと決まった。 やってなないですね誰にしようかなまあでもね、あの、下の方、PDS さんとかね、PDS 株式会社さんとかいっぱいいますしね、まあそこら辺やっていこうかなと思ってます。はい、それではですね、また検索に関わることを心お待ち申し上げております。それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。